タネキチ、あ、フワチさん、もうテントを張り終わったんだもん。はい、終わりました。二人戻ってきてないから、はぁ、遅すぎだろ、他の奴ら。退屈だろ、手伝いが必要な人がいないか。フワちゃん、もういい場所見つけたのかい？もうめちゃくちゃいい場所見つけました、僕。うちはフィーリングで決めようと思ってたんだけど、どこもいい感じだか意外と悩んじゃってね。とはいえ、いつまでも悩んでられないし、そろそろこの辺りで決めちゃおうかと思ってるんだけども、どう思う？あ、探してあげる。しゃあねえな。こういうことでしょ？親切心って。よし、あんたを信じて任せよう。あー、なるほどね。まあ、ここから、縄張り争いは始まってるんだよね、多分。レイチェルは、まあ、一旦、この辺とか、まあ、水近い方が、いろいろ、まあ、水も、ね、飲めると思うので、はい。あ、いいね、海辺。あ、海辺いいね。こう、夜になったらなんか、道しようとかなったりしないかな。そこだけ若干心配ではあるんですけど。おや、ふわっち。うちが住むに安田場所見つかったかい？もっちです。テント張れたよ。どんなとこか楽しみだね。ありがとう。いえいえ。もう一人セバちゃんの方はどんな様子だろうね。あー、なるほどな。みんな悩むんだな。ふわっちはもうテントを張り終わったのか？おいら自然を感じられるとこに出た。あー、なるほどね。修行しに来てるんだね。まあ探してあげることも全然あり。なるほど、なるほどな。知り合って間もないのに、いえいえ、お構いなく。ふわ、あ、今、ふわっち呼んだよ。え、なんか若干呼んでくれてない俺の名前。わちって、なんか言わなかった今。構いなく。構いなく。く。く。まあ、修行するなら、どんな状況下でも戦える、まあ、力があった方がいいと思うので、一旦、このあたり。まあ、一旦、ご近所さんだな。ご近所トラブルは待ったなし。あ、化石めっちゃあるんだけど。金鉱石とかかな？金鉱石。なんか、え？何してんのこいつら勝手に。え？なんか知らない間にいい家になってるんだけど。なんだこいつら。この人いつも来てんだよね。え？お前。あれ、こいつ誕生日なの今日。おい、これ、ぼっちでやってたのか。呼んでくれよ。辛すぎるぞ。